こんにちは、マッキーブルーこと斉藤真希子です。ミナルンレッドこと大場美奈です。今回の実践ではですね、素敵なプレゼントがもらえるかもしれないキャンペーンを行っちゃいます。内容はとっても簡単。これからご覧いただく実践で仕事人にちなんだ出玉、つまり4520玉、仕事人玉以上を出せばプレゼントをあげちゃいます。皆様、結果は番組の最後に発表いたしますね。じゃんじゃん応援してください。行ってね。48ゼブラエンゼルのガチバトルパチバン、イエーイ、始まりました。はい、ダースオレンジこと須田あかりです。はい、カノンイエローこと木本かのんです。そして今回私たちとチームを組んでくださるライターさんはこちらです。はい、パチンコ攻略マガジンのスケロクです。スケロクさん、はい、よろしくお願いします。ちゃん、はい、同じくパチンコ攻略マガジンのジャリカプテンです。よろしくお願いします。ジャリカプテン、さあさあさあ、新メンバーに加わったカノンイエロー、はい、今日の意気込みは？いや、初めてこう本格的に打つので、うん、今もうパチンコ屋さんに入るのも初めてなんですよ。そうよね、だって子供は入っちゃいけませんって言われる場所だからね。そうなんですよ、なんで今もうドキドキです。ちょっともう初めての経験なんで、うん、ワクワクしてます。じゃあそれを皆さんに目撃してもらえるということで、はい、ういういしくていいですね、なんか、うん、いいですね、はい。ゼブラエンゼル同士がガチで戦うパチンコ実践番組。それぞれパチンコライターさんとタッグを組み、合計の定めで勝敗を決める乗り打ちバトル。敗北したゼブラエンゼルは、勝利したゼブラエンゼルと視聴者の方に自腹でご褒美を購入しなければならない、ガチでリアルな罰が待っている。はい、新メンバーも加わって、パワーアップしたパチバンでは今回から新ルールが導入されます。なんと勝ちゼブラもマイナス収支ならご褒美は視聴者プレゼントのみ、ゼブラメンバーにはプレゼントはございません、チームでの成績がプラスでないといけないということだそうです。なるほど。より大当たりとか、その勝つことへのこだわり、本来のパチンコをちょっと持ってる姿を出せるんじゃないかなって。そうですね、今まで甘やかされてきましたから、ね、まあそうですね、はい、甘やかしてほしかったダメ、ゆとり世代言うてあんま変わんないんだけど、そこまで変わんない、はい、よろしくお願いします。それでは早速スタートしましょう。東海地区最大級の広さを誇るプレイランドキャッスル大垣店さんでカノンイエロー初バトル。私たちゼブラエンゼルがご褒美をかけて戦うガチ実践番組パチバンは、 YouTube 強楽チャンネルにて毎月第1、第3木曜日絶賛放送中。今すぐチャンネル登録してね。ダス VS カノン、カツラはどっちだ。ダスさんもでも結構久しぶりですよね。めちゃくちゃ久しぶりです。そうですよね、もう忘れましたですよねマジ新しい気持ちでじゃあ僕らも行きましょうか。多分店内に入るのは初めてだと思うんで、初めてね、まず店内の音の大きさにびっくりすると思います。僕も 今でこそ慣れたけど、あ、でもここの店、もう結構、もう結構、もう、おーってなりますね、これは。え、今日どれにしますか。うわ、まあでもやっぱり仕事人が最初いいんじゃないかなっていう。これがいいですかね。ありました、仕事人。すごい、提灯ついてて可愛い。頭ぶつけたいきなり頭ぶつけちゃった。そう、これ出っ張ってるからごめんなさい。これすごいですね、いつも頭ぶつけちゃう。いやー、まだ全然慣れてない。これね、何でしたっけ、何に見えるって言ったの。あ、これ、三面鏡化粧台パチンコ屋の台っていいですね、この発想が我々になかなか出てこない。そう、結構ね、この三面鏡もこれもすごい活躍しますんで、はい、じゃあ打っていきましょう。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。頑張りましょう。あ、カノンイエローホール実践初体験、一体どうなる。今回はミドルスペックっていうジャンルになってて、309分の1で当たることになります。なるほど。めっちゃ右打ち怒られてるやん。大チャンスです。うわわわわ。で、これが演出と呼ばれるものなんですけど、そのうちの一つで主人変動予告というやつで、大当たり 30% ぐらいで大当たりに結びつきます。わー、お願い。大チャンス。わー、お願いお願い。
ちは止まれば止まるほど期待度、大当たりへの期待度が上がっていきます。お願いお願いお願い、わわおおおお、大チャンス大チャンス、わお願い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 、当たったんじゃないかな、お願い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 しすぎ、いいですねその、はい、ハンドルが手離しちゃっても大丈夫ですで、ここで外れた後に仕事人が登場すると大チャンスです。で登場しますで上のピンチ、これが一番この地で大当たりに結びつきやすい中村モンドのリーチ、わーお願い、トータル心配度 55% あります、お願いしますお願いします、お願い、これ激震予告ってやつで、激圧って出てるじゃないですか、激圧もう大当たりに直結しやすい、お願い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 、当たれ当たれ当たれ、お願い当たれ、さ押し込んでみて、お願い、あ外れちゃいました、惜しかったな、惜しかった惜しかった、お、あれあれあれ、あ復活だ、復活大当たりってやつです、外れたと見せかけて、え見ててくださいどうなるか、ちょっと一かえどうなってるのか、なに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 これ、なにこれ、なんでしょうかね、さあ外れたと見せかけて、見せかけて大当たりです、わーマジか、やばーやったー、イエーイ、おめでとう、イエーイ、すごい、やばーやったね、しかも確変、わーこんなことある、ほよいほよい、もう当たったんですってカノンさん、早い、うそー、だ309分の1をもう引いたんですよ、すごい11回転だよ、うわ当たってるよ、しかも確変、持ってるぞこれは、確変だよこっち、スケロクさん早く当ててください、すいません頑張ります、ラスの鬼だよ、いや確変で当てられたのはやばい、うわすごいね、嬉しそう、でも勝利じゃないんですよ、どっちやるかな、こっちの方が多分面白いから、はい、どっちを選んでも大当たりには関係ないです、いわゆる大当たりどう見せるかの演出と呼ばれるものが変わるだけなので、なるほど、はい、でこの台の特徴としては、はい、この格変当たりいくとちょくちょくこの斬鉄柄が止まると少しだけここのアタッカーが開いて弾が増えていくんですよ、おーなるほど、これが楽しい、めっちゃいい、わーこれでリーチですね、こいこいこい、青い図柄は通常大当たり、お赤い図柄がカッペン図柄大当たり、おおで、連の文字が止まったのでこれ一回疑似連続予告、おチャンスを呼び込みます、おで実は確率変動中はこの疑似連続予告が出た時点で当たれ、これが当たればまた確変です、うわーお願い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 、お願いお願い、多分当たると思うんだけど、おっおっで、こうなった時点で大当たり濃厚です、すごい震えるでしょ、ダイモン、めっちゃ、もうこれがやばい、やばいでしょ、さあ、押し込んでください、やったー、これで大当たり、イエーイ、押し込んで剣が震えたら、イエーイ、やったー、やったー、イエーイ、おめでとうございます、これが昇格演出と呼ばれるもので、赤い図柄になればもっといい当たり、確変当たり、パチンコ楽しい、こんなに早いと思
から、これ負けるんじゃないですか。いやいや、まだ分かんないです。始まったばっかりですから。不安です。始まってもう10分ぐらいでテンション下がってるから。引きの強い新人が入ってきてよかったな。コーナーのリーチですね。わぁ早い早い早いな。確率変動中なんで大当たり確率も45分の1まで上がってるんですよ。わぁそうなんだ。当たりやすくなってる上に球も減らない。めっちゃいいじゃないですか。はい、リーチになったら打つのやめないと球が無駄だよ。わぁどこ行くんだい。で仕事人のうちの3人出てくるんですけど、これがヒデって一番ちょっと当たりに期待できないキャラなんですけど、確率変動中だと当たります。おただ今回は40柄なので、40柄って通常当たりで確変が終わってしまうので、できれば外れてほしいけど当たった。あら当たってしまう。確変終了のピンチ。押してください。ただまだ確変大当たりになる可能性があるので、赤ずからならよし。お願い。赤になれ。あらね、ちょっとね、カノンさんがすごすぎるんですよ。はい。でも私も初めてやった時は強かったんですよ。あ、じゃあやっぱビギナーズラックですね。なんすかねこれ。いつの間にか見物してる人が多くなってる。あ、本当だ、すごい。みんな選挙投票してください。届いてないですよ、その分。スケロックさん、はい、選挙は投票しましたか。選挙今ね、ちょっとあの、はい、放送される頃にはもう終わってると思うんですけど。あ、なるほど。けどいや、入れないといけませんね。誰にですか。そうそう、それのこうやって取り込んでいくんですね。さすがに大事ですから。大事ですね。あ、チョコ倒した。ちょっとこれ、じゃあ手離して見守ってましょうか、はい、これはちょっと期待していいですよ。今色も赤っぽい。はい、あ、ステップもこのモンドがどでかく出てくればチャンス。いや大丈夫です、行きます、行きます。糸の人、糸の人連続予告は何回行けばチャンスか覚えてます。3回。そう、あ、しかも今背景ちょっと見て気づきません。暗くなかったですか、背景。白かったですか。黒、黒、黒。夜だった。あ、夜。あ、来た。頑張れ。来たよ、これ連続。本当だ、連3になる。これはちょっと期待しましょう。3連。で、背景も夜になってるんで持ってますね。これありますよ。少なくても仕事には出てきます。お、実写で、小判。小判、あの、画面が小判でした。小判、おう。なんだ、なんだ、なんだ。あ、小判になった。小判になった。さあ、この後誰が出てくるか。お、これさっき話して覚えてます。あの主人公が、はい、剣を振るリーチが一番熱いんですけど、はい、主人公出てきました。あ、50倍以上あります。これありますよ。お、ちょっと画面すごいことになるんで見ててください。見てます、ちゃんと目に焼き付けます。お、なんか来た。剣ちょっと握っててください。すごいの。あ、ブーブーする。はい、で最後押し込んで当たれば。頑張れ、すごい。お、お、行きましょう。そしていい、OK。 あ、え。あれ外れてった。え、復活は。え、あ、外れた。え。ああいう風になるの谷とか牧子さんぐらいだと思った。自分ではないと思いました。その頃カノンは4520発超えたので、キャンペーンミッションクリア。さっき確変だったじゃない、はい、確率変動だったんですけど、はい、今回は時短、時間短縮と呼ばれる状態で、この台は100回転、この球をほとんど減らさずに
大当たりの抽選を受けられる。なるほど。あれあれあれ、これ大チャンスです。5番あさっきのさっき当たった演出ですね。やだ、出陣変動よ。お、打ち出しを止めている、素晴らしい。そうです、その白いボタンを押すと 打つのを止められるんで、すごい、止めちゃっててもいいですね。早くも引き戻せるか。疑似連続予告、通称疑似連です。だいたい今どの台にもあるんで、疑似連は覚えておいてください。はい、さあまた滑りました。おで7が停止したら、これも大チャンスです。わ、1個7が停止したら 33% ぐらいの確率で大当たりに結びます。お願いお願いお願い、これね多分当たると思いますね。お願いします。実写系の予告も大チャンス。わ、お赤いふすまで、ふすまの色が赤くても大チャンス。わ、めっちゃいい状態じゃないですか。これはいいですよ。お願い、合計フラッシュないのが心配だけど。でこの極悪人に呼ばれるもので、やっぱアニメの状態だからこの段階ではまだ期待できないです。なるほど。でこの後に発展と呼ばれるものがあって、発展すれば大ちゃん、お、実写の人が出てきました。ユージです。でもう一人、二人になるとさらに新態度と呼ばれるものであります。大当たりしている可能性が上がりました。共闘リーチと呼ばれるもので、だいたい 30% ぐらい、 28% で大当たりです。お願いします。当たれ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 。やばい、これ今日勝っちゃうんじゃないですか。これやばいですね。先生より上手いんですけど。イエーイ、え、なんかすごい拍手してる。あっち、なんだろう、すげえ拍手だな、キャプ。やばいやばい、押してください。で、これで赤い数字になってくれれば。お願い、赤い。でも今のは時短状態だったので、当たっただけでよしです。うわー、よかった、はい、イエーイ、当たった、やったー、やばいやばい、やっぱ当たってくれてよかった。うわー、嬉しい、ダンス新人に負けてられないよ。お、いいですね、ステップのところ。あっ、浮かずきクラッシュもいった。あ、これちょっと期待できるかも。合計、ここで合計はないけど、上見てください。ということは仕事人が来る合図、来る来る来る、チャンス、ケアもしてみましょう。あ、あ、あ、赤くなった。これ結構期待できますよ。来た来た、これありますよ。また半分ぐらいは当たります。お、ガタガタしてるガタガタしてる、来た、紐の人、おボタン押しましょう。押していい、あ、共闘一人よりも二人で戦ったのがチャンスだって、これは期待できます。やったー、いやー、お願い、頑張って。どうだよっ、あー当たった、あ、当たった当たった、あー、ほらすげー当たった、ガタガタしてる、おっしゃ、やったー、おー、よかったよかった、嬉しい。いや、ちょっとね足りないかなって思ったんだけど、すごい、さすがダンスさん。で、押しましょう。で、これ力が奇数になれば格変っていう次の大当たりも約束されていて、奇数に変わる。いや、でも10は大当たり期間、はい、やったー、見せ場が来ないですね。でも僕オートボタンモードにしてるんで、あ、でも連続予告につながりましたね。ライターの2人もそろそろ当ててくれよ。これが表かよりは連続予告に行くか外れかのどちらかです。表かよりで連続予告が発生すると基本的に疑似さんに結びつきやすいけど、これは疑似にで終わっちゃうかな。あ、やっぱ疑似さん行きましたね。おお、わあ、そっちの方がはるかにやってるんです。僕のはね、そんなに期待できない状態なんで、あら、
やっと見せ場が来たと思ったけど、そんなに強くないですよ。新人カノンにお任せか。あーですよ。おで背景が夜になってますね。お背景もう夜になってると大チャンス。おいいですよ。お願い押してください。またレンが止まった。おいいですね。これで疑似さん、疑似レンドドットさん、疑似さんです。チラシの色は、あ、白い。あら、どうだ。お願い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 。おお、今これタイマーが出てますけど、はい、激震スタンバイって言って、はい、激圧の激震予告が発生することがこれで約束されました。秀香雄二の単独に発展すれば大当たり濃厚。でセリフの後ろもバックが赤じゃないですか、はい、赤いやつが強くてゼブラ色って呼ばれるゼブラエンジェルさんのゼブラはもっと熱いです。なるほど、色にも注目すると面白いですよ。わ見て、一人だったら大チャンス。共闘しちゃったけど大チャンスには間違いない。でこれで2人になりました。わ2人はチャンスが拡大します。でゼロで激震、さっき当たった時と同じように剣がブルブル震えて、ブルブル震えてる。激圧の文字も出てますよね。この激圧の文字はパチンコを見るうちみんなが好きな文字。わ本当に激圧です。激圧すっごい震えてる。怖い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 。さあ押し込んで、いやしいな。打っていけばどういう演出が強いとかは見えてくると思いますんで。僕の方にチャンスが来ました。おー来た。おこの、ね、赤い障子に稲妻が出たのが赤障子稲妻線香って呼ばれるので、うん、この保留が大当たりしてる可能性が 42% まで上がってます。ここで大当たりさせろよ。でこの保留も普通のこの50みたいな関越法の保留と分銀保留と小判って、うん、この保留が変われば変わるほど大当たりに大当たりしてるかどうか、この保留が当たってるかどうかの信頼度と呼ばれるものが上がってきます。なるほど。でほら周りに赤いのも出てるんですけど、うん、赤はややチャンス、スーパーリーチ。おスケロクより先に当てないと、あーチラシが白い。ここが赤色とゼブラ柄があるんですけど、よく言えばゼブラが欲しかった。おっ5番いい保留になりました。5番なったぞ。頑張れ、いけいけいけ。おおこれなんていうか開いたから、そう合計フラッシュってやって開いたからいけると思うんだけど、でさっきのが出るとここで外れで終わることがなくなります。誰か絶対出てきます。おー剣が開けば誰だ2人になるかな。なりましたね。おで激震予告がここで、激震予告と呼ばれるものがあるんです。さっき出てたブルブル振る、はいはいはい、激圧って文字が出るやつ、今回なかった。あらなかったからちょっと厳しいかもしれないけど、あー頑張って当たって、絶対私が出る。お願い当たって、ちょっと僕も当たりが欲しい。欲しい。いいよ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 。ダースさんについていきたい。はい。時間中のダースもチャンス。色が派手になった。ダースさんもチャンスですよ。お互いお互い。これテント見てて平気です。うわ中村ボンドと申しますって言ったよね今。はい。中村ボンドって主人公なんですよ。つまり主人公が出るアイム。でも 50% ありますよ。まとった今。いやお互いちょっと期待できます。来てる来てる。
同時に来たいね、2人も同時だと一番嬉しいですね、うん、一気に向こう逆転だ、頑張りましょう。あ、3連になった、よっしゃ、いやいや、ちょっとやばい、どっちもだなんか外れそうなんですよね、僕頼む、いやもうくそちくそ、え、外れたんですか、ダースさんはロケやばい、来ない、キャンプも始めたわあ、血しぶき、画面に血しぶきと油断大敵の文字があるんでチャンス、おでもさっき中村ボンドって言ってたんで、はい、もうちょっと2分の1次は当てましょう、あ、剣持ってる、剣持ってる、剣持ったおじいちゃん、おじさんっていう大敵の主人公ですごい強い人ですから、言ってる、いやもうさらにブーム来ますよ、腰振ったい激アツいや頼む、ほんと来い来い来い、うおー来た、うおー来てないです、え見ればわかるだろう、わーやだー、いやえ中村さん2連続あ、勝った、まあ、そう、かかった過去形ですね、はい、過去形です、いや本当に CD も買って入れなきゃいけないなと思うけど、ちょっと7枚買えないなと思って、え、いいじゃないですか、7枚買ってくださればもし難しかったら、はい、7枚買ってくださったら一番嬉しいけど、まあ、難しかったら誰か一人で全然大丈夫なんで、じゃあ谷さんですね、じゃあ出したんですね、はい全然私だけで大丈夫なんでいや、今の一瞬の場合が怖いですね言わされてる、いや、たくえん味わってほしかったな、え、もうダメな言い方じゃないですかいやいやいや、そんなことないな、まだ諦めて、お、ほらほら来た、いや頼むよ、そろそろ頼むよ、あ、いいですね、フリーズ、おお、長いほど来た、すごいですよね、このギリックとかも、ね、かっこいいですよね、当てるようにボリュームとく、短いな、2連だ、お、3回いった、なんか同時に来ますね、今日お互い3だからなんか相性いいみたいな言い方やめてくださいダスの鬼だよ、でもいいですね、おお、やばいやばい、主人公、主人公来た、すごい、ゴーケン、頑張れ頑張れ、これね、いただきました、私行ってください、もうちょっとやばい、あっちになんかスケログにゴーケンフラッシュが出たっぽい、いやはい、行きます、ピンクイノが今左に行っちゃったじゃないですか、あのピンクイノが右に行けば大チャンスなんですよ、で捕まえれば終わったんです、厳しい、いやこっち当てますから、今日我々3回目今2分の2で外してるんで、いやマジそれ当たってください、そろそろ3回目、正直ダンスさんにこれがパチンコナイトを見せましょう、はい、行きます、はい、よいしょ、え、いやいや嘘でしょ、え、復活復活、いや、さっきなんか見せてやるって言ってなかったっけ、カメラマンさんもっとアップで撮ってやってください、このかっこ悪い姿なんて頼りないんでしょういやー何も言えない、やばい、ちょっとプレッシャーが、プレッシャーがやばいやばいやばい、もうなんかもう大丈夫かなって思ってたけど、そうだ、ご褒美のためにはそうプラスプラスにしないと、頼む頼む頼む、ちょっといいとこ見せたい、いとこ見せたい、いいとこ見せたい、気負うほど大当たりが遠くなっていくような気がする、
行くぜ。頼む、チラシの色、あ、変わってる、赤いチラシ、赤圧モードにしてるから熱くなってます。怖い赤い障子来て、あ、赤い障子がない。ここの障子の色も大事なんですよ。でここで開けば、どうだろう、まあ外れるでしょう。外れろ。多分小判にはなると思うんだけど、なりましたね。外れろ。頼む。外れろ。誰だ出てくるの。ヒデさんだ。2人になれ。ちょっと厳しそうです。厳しそう。ただまだ分かりません。多分ここで当たることはないんじゃないか。あ、この後おとつちゃんが降ってくれば。おとつちゃん。多分大げさについててそんながっかりするリーチじゃないはず。ここで実戦終了。果たして結果は。では結果を発表しましょう。ダース&スケロクチームの結果は、ダースの投資が13,000円、出玉が0、スケロクさんは、はい、投資18,500円で出玉が0です。00です。はい、00です。トータルマイナス7875玉。イエーイ。イエーイなの。いや、イエーイじゃないですよ。優しいファンの皆さんが拍手してくださってます。でもダースさん当たりましたからね。そう、1回当たりましたね。はい、カノンイエロー&ジャイロキャプテンチームの結果は、カノンの投資が1000円、1000円、え、出玉が2787です。初めてでプラスですよ。プラスありますね。プラス。初めてでプラス。投資が19,000円、出玉が0です。今微妙な空気になりましたね。すいません。はい、ということでトータルマイナス2213玉。ごめんなさい。です。ごめんなさい。足引っ張ってますよ。足引っ張っちゃいました。れというわけで、カノン&ジャイロキャプテンチームの勝利でーす。おめでとう。勝利でも新ルールでご褒美なし。これが乗り打ちってもんだ。初打ちです。初めて打ってみて、でも割と最初の方に当たったんですよね。早かったよね。1000円ってすごいですよ。なかなかすっごい早くに当たったから、あれ、こんな簡単に当たるものなのかなって思ったんですけど。あれ怒りまく出てますよ。あれ、でもなんかみんな当たってなかったから、あ、これラッキーだったんだなと思って、なんかやっぱり最初の方に当たりが来ると楽しくなって、あ、もっとやりたいってなりましたね。そうね。というわけで、これからゼブラ2人でご褒美を探しに行きたいと思います。皆さんのね。ダースの自腹でプレゼント探し。はい、到着です。マス工房マス屋さんにて皆さんへのご褒美を買ってまいります。はい、カノン残念でしたね。いや、私でもプラスでしたよ。2人で1つやから。でも初めてですもん今日。どうしても欲しい。可愛い後輩に買ってあげたら。いや、私この人にまで全然おごろうなんて。でかい。顎出てるぞ。行くぞ。行きましょう。可愛い。普通に可愛いぞ。マスって使い道って豆まきの豆とかお酒とか。お酒とかがメインなんですね。見て、ジョッキマスだって。あ、めっちゃいいじゃん。可愛い。いっぱい飲める。これイヤリング。すごい。マスのイヤリングがある。かわいい。かわいい。これ迷っちゃうね。まずプレゼント選ぼう。そうですね。お腹鳴った。やだ。これもここ全部値段が今までのお店と比べてリーズナブルですよね。あ、そうなんだ。今まではだってね、アンナさんとかね、何万だっけ。3万でした。え、3万のラジコン買ってもらった時があって、え、2
2万、2万のラジコン、うん、さらに卒業の時2万円のコロコロ買ってもらってた。うわいいな。2万のコロコロやばいよ。しかもアンニャとマイマイのとで2個。いいな。卒業しようじゃん。卒業したら卒業したら2万のコロコロもらえる。買ったのはライダーの2人だよ。あ、じゃあジャイロさん、ジャイロさん、あれ私におねだりないって私じゃなかったよ。ジャイロさんだ。ジャイロさん、ジャイロさんにあとで領収書持ってって、そういうことですね。ジャイロさんにあとで請求っていうことにしましょう。じゃあやった。選べや選べや。何にしようかな。カノンさん、はい、これだと思うもの手に取っていただいていいですか。はい、私はこのジャッキマスです。いいですね。これをファンの方に、そして私もお揃いでゲットしましょう。ジャイロさんに後で請求します。イエーイ。今何も知らないジャイロさんがきっときっとのほほんとしてますよ。ツルツルだ。プレゼントのジョッキマスにサイン入れてます。視聴者のご褒美プレゼントはこちらです。カノンからのお揃いの文字入りです。私たち二人のサインが入ってます。さあ、これを手に入れるには応募キーワードが必要でございます。はい、キーワードの発表よろしくお願いします。キーワードはビギナーズラックです。ビギナーズラック、まさに今日のカノンの、ね、そういうことです。そういう私が、はい、まさにビギナーズラックでした。はい、ちゃんと見てた方はわかると思います。ぜひ応募してみてください。YouTube 共楽チャンネル内のコメント欄に寄せられた視聴者の方からの視聴者の方からのお便りを紹介しちゃいます。浜田ゆかりさんからです。ゆかりさん、ありがとうございます。ゼブラちゃん的には接しやすいライターさんはいる、うん、といただきました。なるほど。まあ何やったことある。スケロクさんと2人だけですね。ジャイロさんオンリーかだけです。あ、でも私ジャイロさん今日2回目だったけど、うん、なんか初めて会う時さ、めっちゃ怖いそうな人だと思わない？あ、なんか静かな方なのかなと思いました、うん、もっと寡黙な、何も喋らないで黙々とこう打ってるだけの人かなと思ったら、うんうん、すごい喋ってくれるから、そうそうそう、あ、優しいんだなと思った。見た目と違って意外だよね。ギャップがありますね。そう、なんか私もなんか、うん、うわ怖そうと思ったけど、うん、なんか意外とスイーツ好きですみたいなタイプだなと思って、うん、なんか意外と優しいなと思って。2回目今日会ったらなんかすごい今日ちっちゃく見えた。あ、言ってましたね。ちっちゃいちっちゃいって。あれなんか今日ちっちゃいみたいな。まあでもそれだけ優しくて絡みやすいってことですね、うん、そうですね。スケロクさん、私スケロクさんが一番絡みやすいのかなって思うかも、うん、スケロクさんは私まだあの何回かしか来たことないんですけど、一番やっぱ最初から一緒にやってるんで、うん、一番なんか、うん、接しやすいですね、うん、あとなんだろう、喋りやすい方なんで、うん、本当にそうね、人見知りしなさそうだよね。うん、すごいなんかだからもうスケちゃんって呼んでますもん。おー、いいねいいね。もうスケちゃんって呼んでるぐらいなんで、うん、本当に接しやすいです、うんうん、私あの人会ってみてほしい。おもちくん。おもちくん、うん、おもちくん、おもちくん、おもちくんなんているんですか。そう、男の人ですよね。あーちょっとそれは会ってみたい。そう、あ、それは会ってみたいな。かわいいよ。じゃあちょっとおもちくん希望で、はい、はい、今度会いましょう。はい皆様たくさんの投稿ありがとうございました。毎回ご紹介するのでコメント欄にじゃんじゃん投稿してください。待ってます。キャンペーンの結果は見事4520玉以上達成。イエーイ。というわけでご覧の皆様に素敵なプレゼントをあげちゃいます。じゃん、非売品ゼブラエンジェルカード7枚セット。かわいいでしょう。でーん、詳しくはゼブラエンジェル公式ツイッターのキャンペーンツイートをチェックしてください。たくさんのご応募お待ちしてます。見て、強楽のパチンコパチスロアプリが24時間遊び放題、サプライズランド。全国で絶賛稼働中のパチンコ必殺仕事人5がアプリでも楽しめちゃう。 iPhone 版、月額 Android 版アプリ好評配信中。今すぐチェックだよ。